すいません、今日もなんかいきなり呼ばれましたけど。あ、本当ですか。いや、僕もあんまりちょっと分かってないですけど、なんかトッティが来てて、なんかイベントやるということで。トッティ、はい。トッティって中田の友達。アミコ・ディ・ナカタですよ。リーグ対決もあるし、7対7の試合もあるらしいんで、はい、それに僕は少しだけ参戦させていただけるということで、来ました。え、いいんですか、僕ら回してて。全然もう僕の真横についていただいてですね。グラウンドの中入っていいらしいです。あ、いいんですね。いいです、許可は得てないですけど、いいですせっかく来たんだから何でもありでしょう。ステイスワンフリーキック蹴るんですか。うん、なんかフリーキックなのかサイドからクロスなのかよく分かんないですよ。うん、まあ、クロスもまあ通ずるとこありますもんね。はい、じゃあ全部ライナーのすんげえ挙手で蹴ろうかなトッティにしてブチ切られるって、それすごい面白くないですか。じゃあ後ほどよろしくお願いします。早く帰りましょう。トッティでも入りがもう遅かったんで。王子様ならいいんですよ、イタリアンだから。こんな空間に入れるだけでも幸せじゃないですか。そうですね、うん、トッティンヨムス、すごい、おっぽいし。フリーキック対決あるらしいです。へー、外せそうですか。いや、外さないといけないらしいです。リフティング対決勝っちゃったからじゃないですか。まあ、余裕でしたね。あれ使えるのかな。ちょっとの調子良さそうですね。あと問題はほら、壁が入るから。キーパー結構うまいですよ。速いんだよね。はいはい、今なんでシュート打ったかっていう、あの俺の速さとあのキーパーの動きだけ見たかった。逆にこっちの手の内見しちゃったんじゃないですか。いやいや、だからカーブかけてないじゃん。なるほど。わざとストレートにしてるだけなんで。フリーキックはないらしい。ええー。トヨさん何するんですか。俺はもうちょっと帰ろうかな。トッキーのサインもらってって。だから、そのフリーキックやってない。あ、そうなんですか。言ってみなさい。あ、来た。トティ、トティ、ミヤミコ。これあんたですか？Yes。あれ？あなたの家行きます。あ、ローマ、ローマ。ローマ、ローマ、ついセグロ？オッケー。いいえ、どうぞ大丈夫。さっき何喋ってたんですか？あなたの家行くからって。ローマ回ってるよって。何語っすか？イタリア語っす。喋れるんですね。いや、スペイン語と似てるんで、スペイン語結構できるんですよ。そんな話して。あれ、オープニングは出られないんですか？オープニング出ないですね。もうだから、用事ないですよ。もう今ので仕事終わったんで、とっていうやつです。メラカズジ息子だから。あなた覚えてない。あなた小さい頃知ってんだ。だって込めば。オッケーオッケー。あれ。ワンタッチ。ワンタッチ。来週紐なしで。おめで。うわ。プレッシャーかけられてる。ゲームメラーやばんちゃうぞ。おい、おい、ほんとに取れないやつ。マラドーナとトッティしかワールドカップ取ってないからね。
時間的な問題でフリークがない。トゥーさんの靴をトッティさん履いてましたけど、スパイク忘れた時私の履いたんですけど、きついからダメだった。トッティが履いてくれたんでオークションに出したいと思います。オークション出せます。トッティが履いたスパイク映像も撮れてますもんね。4000円で買ったから1万円ぐらいでいいかな。それここにトッティって書いてもらって安いな。あ、取っていけりますね。おまさかの台で。やっぱトッティはさ、基本ダイレプレイが得意だからね。今のはその通りでしょ。わあ。で5本。前半最終ですね。代打らしいです。誰のですか？取って、あ、靴がないから。サッカーではね、覚えてもらえなかった。代打で元日本代表岩本テロさん。代打。代打。代打で来る人ちゃうて。来た。もうね、自由よ世界は。じゃあ、うわ、白。ドルチェック。ドルチェック。うわ。うまい。うまい。高い。高い。決めましたね。代打、まあ、まあ入るでしょうね。内藤哲也じゃないですけど、まあ入るでしょうね。トッティ履いた靴でゴールしたという。これオークションで上がるんじゃないかなっていう。最初は1万円にしたんだけど、今入れたから1万5000円でしょう。みんなシュート、クソ下手だね。力入ってるし、ケツ入ってないもんね、上行っちゃったりとか。なるほど。踏まんないと。めちゃめちゃ簡単じゃないと思う、さっきは。そうですね。そうですね。止めてやんとか入れば、コース3つぐらいからね、基本。はいはい。キーパーあそこって絶対基本で1、2、3、4なんですけど、1個しかもう、いかないんだ。現役時代って、まあ、イングランド式シュートみたいな、なかったですね。優勝しちゃうですよね、やってたら。時速138キロぐらいでしたから、現役で。だからペナルスと入ったらもう枠いったら結構入るんですよ。J2 の時に大分戦で、ミドルシュート決めたんですけど、時速165キロぐらいで取れて。昇格かかってた試合で 2-0 勝ったんですけど、カメラ追いつかなかった、早すぎて。あれが一番いいシュート。京都に行った時もすごいいいシュートいっぱい出ましたミドル。中盤なのに8点も入ってたんですよ。あ、さすが。今度俺、はい、どんな感じ？軽く。あ、大丈夫。はい。いいボール。いいボール。ナイス。左利き？左？どっち？右利き？右利きです。オッケー。はい。めちゃめちゃいいボール。いいボールでしたね。取って決めなかったですね。ミートはしましたけど。
なんかでもローマ時代に見てたシーンかなっていう。力は入れねえぞって。動かないでインパクトだけでいいよって。蹴る前に右利きか左利きか確認されてたのは、うん、あれはあの蹴りやすい方に蹴るだけなんで、落としてあげるんで。空間が落としてあげる。そしたら一歩助走つけれるんで。あ、そこに人に合わせちゃうとこのまま打つの大変なんで、ちょっと一歩ずらすのかこっち行かせるのかっていうのを見てる。なるほど。調整してる。へえ。微調整。プロの違いですね。プロなのかな。小学校の時結構できてたけど練習して。この後は、7対7の試合やるみたいですね。ソサイチでそこのグランドで。チームトッティで出るってことですか。はい。暑いですね。暑いし、トッティも俺も守備しないでどうするんだろうなっていう。現役とかリーとかこの辺いるんで、そいつらが出て、俺は多分後半から。あ、後半から。はい。らしいです。トッティにアシスト決めたいですよね。いや、トッティから受けたいね。サイド走ってダイレクトプレーで。よくあるじゃん。まあ、トッティ下がったとこからダイレクト。バーンさらに受けたら、そういうシーンが期待かなって。なるほど。検討です。サボダも結構俺のために来てるからね。俺の上に来ちゃってるからありがたいなっていう。これは視聴者の方にプレゼントしようかな。おお、いいですね、うん、オークション出さないですか。大丈夫ですか。オークションスパイクです。バランスではなく、うん、まあ、前向いて相手来なかったら思いっきりシュートぶち込む。なるほどなるほど。テルゴ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 。はい、お疲れ様です。シュートいっぱい持ってるよ。痛いか痛いか。後半勝負。エンジョイしよう、エンジョイしよう。ハマってる。コーターフリー。おお、素晴らしいコーター。おお。はい。コーチよ。ボール回しがいいよ。いい笑顔でやってこい。マーキリカーン。いい。シュートもいいよ。もう打てるよ、打てるよ。いった。うわあ。うわあ。ナイスト。うわあ。あたしがゴー。コーナー、コーナー、コーナー、コーナー。サンキュー。マジの。おいた。エールナイシュー素晴らしい。テルやっぱりやばいぞ相手。最高よしてるじゃないですか。いや取っているから守備と、まあ、シュート ね狙います。惜しかったですね、はい、後半も出られるんですか。ちょっと分からない。逃げ切れ。あれ
お疲れ様でした。お疲れ様でした。得点決めれなかったんで惜しいなったんですけど、やっぱ取ってうまいね。ああ、軽くやってもね。軽くやってる感じでしたけど。うん。最後のエンディングいないで速攻返しちゃったけどね。取っていうと絡めたっていうことは良かったと思います。フリーキック対決がなかったのはちょっと残念でしたけど。それどういうことなんですかそれ。それで来たんですよ僕は。時間がないから今日やりません。皆さん、ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。